はい、お疲れ様です。山です。メタルギアソリッド続けていきます。パルコードね、第3の鍵っていうことで温めたんで、それをね維持したまま。これさあどうなんだろうね。冷たい場所一瞬通るんだけどね、大丈夫かな。はい、じゃあやっていきます。はい。大丈夫？鍵。オッケー、熱いね。熱い状態だね。常温でも長くいたら危ないんじゃないのかな？どうなんだろう。わかんないけど、急いで行きましょうか。ボディアーマーつけて。はい。うん。スネーク聞こえる。え？私よ。ナオミ、君は一体。今、キャンベルさんたちの目を盗んで、別の無線機で話をしているの。ナオミ、大佐の話は本当なのか？ええ。でも、すべてが嘘ではないわ。本当の部分もある。君は誰なんだ？私にもわからない。え？親の顔も名前も、今の名前や戸籍は、お金で買ったもの。私が遺伝子に固執した理由は本当よ。自分を知りたいからそう言ったな。ええ、私は自分が誰だかわからない。年齢も人種さえも。ナオミ、私はローデシアで拾われた孤児だったの。80年代のこと。ローデシア？ローデシア独立戦争の頃か。ジンバブエはイギリス領だった。当時はインド人が多く働いていた。だから私の肌の色はそのためかもしれない。でもそれもわからない。ナオミ、どうして自分の過去にこだわる？今の自分を理解できればいいじゃないか。今の私を理解？誰も私を理解などしてくれなかったわ。私はずっと自分を探してた。兄とあの人に会うまではね。兄？そうよ、フランク・イエーガー。なんだって？兄も少年兵士だったわ。ザンベジ川で餓死寸前の幼い私を拾って自分の食べ物を割いてくれた。そう、あなたが廃人にしたフランク・イエーガーは私の兄、唯一の家族。バカな。グレイ・フォックスが。私たちはあの地獄で生き延びた。兄が守ってくれた。兄は私の全てだった。私の存在を、私という個人を証明する唯一の拠り所だった。やつが君をアメリカに？いいえ、モザンビークであの人に助けられた。あの人？ビッグボスか？ええ、彼は私たちをこの自由の国へ導いてくれた。でも兄はあの人とまた戦場へ戻っていったわ。そして戻ってきた時には、私は復讐を誓った。兄を廃人とし、あの人を殺したあなたに。フォックスハウンドに入ったのはそのためよ。ここにいれば必ずあなたに会える、そう思ったから。思いは果たせたな。そうね、2年も待ったわ。俺を殺す、ただそれだけのために。ええ、そう、2年。この2年間ずっとあなたを待っていた。あなただけを恋焦がれるように。今も憎いか？少し違う。あなたのことを誤解していたところもある。リキッドたちとは？彼らも兄の仇よ。まさか君の前任者を殺したのも、グレイフォックスをゲノム兵の実験体にしたという。クラーク博士のこと？いいえ、彼を殺したのは兄よ。私は事件を隠蔽し兄をかくまった。忍者グレイフォックスは俺を殺すためにここに？違うと思う。兄はただ
あなたと戦うためだけに。初めは分からなかったけど、今は分かる気がするわ。あなたとの戦い、それだけのために兄は生きてるのよ、きっと。フォックス、ナオミ、教えてほしい。フォックスダイのこと。フォックスダイは特定人物だけを死に至らしめるレトロウイルスよ。まずフォックスダイは体内のマクロファージに感染する。フォックスダイにはタンパク質工学で生み出された認識酵素、特定の遺伝子配列に反応するようプログラムされた酵素が導入されているの。その酵素で暗殺ターゲットの DNA を認識している。認識酵素が反応して活性を示すと、フォックスダイはマクロファージの組織を使って TNF イプシロンを作り始める。何？サイトカインの一種で細胞死を誘発するペプチドよ。 TNF イプシロンは血流に乗って心臓に達し、心筋細胞の TNF レセプターに結合する。それで心臓発作を。刺激を受けた心筋細胞は急激なアポトーシスを起こすわ。そしてその人物は死ぬ。アポトーシス、細胞が自殺するための遺伝子プログラムか。ナオミ。何？当然俺も殺すようにプログラムしたんだろう。まだ時間はあるのか。ナオミ、俺は君に殺されても仕方がない男だ。だが死ぬわけにはいかない。まだやることが残ってるんだ。聞いて、フォックスダイの使用を決定したのは私ではないわ。え？君じゃない。あなたにフォックスダイを注入したのは作戦の一部、それをあなたに伝えたくて。私、自分に素直じゃない。ナオミ、私があなたに本当に伝えたかったのは、スネーク、私。おい、何をしている。スネーク。ナオミ。スネーク、ナオミとの交信はこれ以上許されん。何？ナオミは作戦から外された。ナオミをどうした。フォックス大が作戦の一部とはどういうことだ。大佐、彼女と話をさせろ。できん。彼女は監禁した。大佐、裏切ったな。今は余計なことを考えるな。メタルギアを食い止めることが先決だ。スネーク、いいな。うわ、やばいな。裏切ったのはナオミなんだけど、そっちよりもなんか大佐の方が危ない感じがしてきたね。はい、急いで戻るとして。うわ、やばいね。こんな話だったっけ。あ、やべ、待って。クラーク博士っていうのはおそらく女性なんじゃなかったかな。彼って言ってましたけどね。ねえ、あ、やべ、ちょっと待って待って。で、ナオミがビッグボスターと、あ、危ない。大丈夫これ。ビッグボスと、少年時代の誰だっけ、グレイフォックスに拾われたって言ってましたけど、そこら辺もしかしたらね、4で描かれる予定だったんじゃないのかなみたいな。4じゃ5かとか思っちゃいますけどね。少年と、そう、なんかこう戦争、子供と戦争かみたいなのがテーマなとこあったからね。ちょっと残念なところはあるんですけど。じゃあ急いで戻ろう。急げ、パルキーを差し込むんだ。 OK。 第3のパルコードが入力されました。すべてのパルコードを入力終了。起爆コードが入力されました。なぜだ。発射準備完了しました。俺は解除したぞ。
ありがとうスネーク。これで起爆コードの入力は完了した。もうメタルギアを止めることはできない。マスターこれは。わざわざ鍵を見つけてくれた上、起爆コードの入力までしてくれて本当に恩に着る。形状記憶合金だとはお粗末な話だったが。何のことだ。ダーパ局長の起爆コードは入手できなかったんだよ。マンティスの能力をもってしても読むことはできなかった。オセロットは起爆コードを聞き出す前に殺してしまった。つまり俺たちは核を撃つことはできなかった。威嚇発射さえもな。まさに八方塞がりだった。核が撃てなければ我々の要求は叶えられない。マスター何を言ってる。起爆コードを入手できなくなった以上、別の方法を探すしかない。そこでスネーク、貴様にかけてみることにした。何。デコイオクトパスをダーパ局長に変装させたのもその一つだ。貴様から情報を得ようとしたのだが。フォックスダイとはな。全て最初から仕組まれていたというのか。俺に起爆コードを解除させるために。ん。もしやここまで来られたのは自分一人の才能だと思っているのか。マスター、あんたはスパイか。とにかくこれで核発射準備は整った。新型核を打ち込んでみせればホワイトハウスの連中もフォックス大の結成を渡さざるを得まい。奴らの切り札も無効になる。切り札。一体お前を使ったペンタゴンの目論見はすでに達せられているんだよ。あの拷問部屋で。知らないのはお前だけだ。惨めだなスネーク。貴様は誰だ。全て教えてやる。もしも俺の元までたどり着けたらな。どこにいる。すぐ近くさ。スネーク、そいつはマスターミラーではない。キャンベル、今頃気づいても遅い。マスターミラーの遺体が彼の自宅で発見された。死後3日経ってる。マスターとの無線がオフにされていたのでわからなかった。メイリンによると発信源はその基地内だ。ちょ、お前は。お前が話していたのは俺だ、兄弟。まさかリキッドか。貴様の役割は済んだ。あの世へ行け。やばいな演出が。ちょっと待って。いや分かってたけどすごいね。え、でどうすんの。ちょっと待って、これどうすんの。 O2 ゲージがつけちゃうぞこれ。マスター裏切ったな。まあそのリキッドがマスターを殺してね、成り代わってたんですよね。スネーク、ガスだ。そのままではやられる。そうだスネーク、エメリヒ博士だ。彼ならそこのセキュリティを破れるかもしれん。連絡を取ってみるんだ。オッケー。さあオタコン、こっからもうねオタコンが頑張ってくれるから。スネーク、そこは防弾ガラスだ。通常兵器では爆破できない。他のセキュリティを解除できないか。やってみる。待っててくれ。頼もしいよねオタコ。なんかこうやっぱりウルフ戦から本当になんかこう吹っ切れたというか、なんかね全然、変わりましたね。ひょっとしてね。エメリヒ博士が扉を開けてくれるのを待つしかない。なんとか耐えるんだ。オッケー。さあ壊せないか窓。防弾するだけど。ニキータどうだろう。上にダメか。あ、セキュリティに潜入した。ナイス。扉を開けるね。早い。仕事早すぎない。でまあそうですね、鍵集めて、もうすで、あ、危ないな。すでに入力されたって思ってた、あれ？あ、状態をね、解除しようと頑張ってたんですけども、まあすべてはまあ、入力されてなかったんで、スネークのすべての行動がこう、入力につながったっていうことですね。まあ、ここで会話二人してたじゃないですか、オセロットと、リキッドがね。でまあ、気づいてたにもかかわらず話してたのはまあ、そのためというか、
着々と準備が進んでいて発射ができる状態に なりますよっていうことをね、いうことで、まあ信憑性を上げるというか、解除をさせる、入力させるためにね、騙してたっていう感じですかね。はい、じゃあ行きましょうか。これ待ってるよな、完全に。セーブしようか。危ない、なんか怖いな、セーブ。スネーク、くじけないで。はい。スネーク、早くリキッドを追え。マスターね。マスターはまあ、この名前では、メタルギア2、ソリッドスネークとこの作品、いや、違うな、まあ、前作だけか、本当に関わりがあったのは、だけなんですけども、カズヒラっていう名前で言えばね、結構長い付き合いにはなるんでね、結構思い入れのあるね、キャラクターではあるんですよ。だから寂しいというか、ね、ただこう、リキッドが、マスターを殺したっていうのもね、なんかね、こう、ファイブをやってればね、あーって思ってしまう部分もあるんですけどね。あ、ごめんごめん。早くリキッドを追え。ごめんごめん。会話あるかと思って。ね、メリルがもう一切出てこないよね。どうなったんだ？何してるんだい？扉は開けたよ、スネーク。早くリキッドを追いかけなきゃ。はい、了解。最高。リキッド！スネーク！俺のサングラスも生かすだろう。兄弟に銃を向けるのか。なぜマスターに化けた。無論貴様をうまく操るためだ。実際お前はよく働いてくれた。ペンタゴンの連中もそう思ってることだろうよ。さっきから何を言ってる。与えられた命令を疑いもしないとは。戦士の誇りを失い駒になり果てたか、スネーク。何？核発射の阻止、人質の救出、全て偽りの任務だ。偽りだと？ペンタゴンとしては貴様と俺たちが接触するだけでよかったんだ。アームズテックの社長とデコイはそれで始末されたんだ。まさか。そうと。俺たちだけを暗殺し莫大な予算を投じたゲノム兵の遺体とメタルギアを無傷で回収するため。貴様は初めからフォックスダイのベクターとしてペンタゴンに送り込まれたんだ。フォックスダイ、バカな。ではナオミはペンタゴンと組んでいたのか。連中はそのつもりでいたようだが、あの女ただ利用されるような甘い女ではなかった。何？ペンタゴンに潜り込ませたスパイが突き止めた。作戦直前、ナオミはフォックス大のプログラムを改ざんしていたらしい。だがその理由も目的も不明だ。まさかナオミを逮捕させたのは彼女の目的をつかむため。その通りだ。くだらない恨みとは思わなかったが、しかし結局ナオミがフォックス大にどのような改変を加えたかは今もわからない。まあそれももういい。俺はすでにホワイトハウスへの要求にフォックス大の結成を上乗せしてある。結成があるのか。あるはずだ。あの女にしかわからんがな。だがもうそれも必要ないかもしれんな。なぜだ。貴様は潜入に成功。奴らが処分したかった俺たちは目論見通り暗殺ウイルスに感染した。オクトパスやアームズテック社長の死因は確かにウイルスだ。しかしオセロットの俺も、そして運び屋である貴様にもまだその兆候が現れていない。フォックス大の標的プログラムにバグが。さあ。だが貴様に効果がない以上俺も安全だ。俺と貴様の遺伝コードは同じなのだが。やはり俺とお前は。そうとも。だがただの双子ではない。遺伝子に呪いを込められた双子、レス・エンファントス・テレブレス。貴様はいい。親父の優性遺伝子を全てもらった。俺は劣性遺伝子ばかりを受け継いだ。全ては貴様という優性種を作り出すための仕掛けだ。俺という存在は
お前の想像のためにだけあった。俺が優勢だと。そうだ、俺はその絞りカスだ。貴様にわかるか、生まれ落ちた時からクズとみなされ続けてきた惨めさが。だが親父は俺を選んだ。それがビッグボスにこだわる理由か。歪んだ愛情だな。はっ、愛情だと？憎しみだよ。劣っていると知って俺を選んだことへの復讐だ。これも貴様にはわかるまい。実の親父をその手で殺すことができた貴様には、俺は復讐の機会すら貴様に奪われた。だから俺は親父の意志を実現してみせる。親父を超え、親父を殺す。お前もナオミと同じだ。俺は貴様とは違う。自分の遺伝子に刻まれた運命を誇りに思った。待て！スネーク、この歴史的な兵器を拝みながら死んでゆき、兄弟へのせめてもの気遣いだ。今から見せてやる。21世紀を導く悪魔の兵器をな。起き出してしまった。こいつを止める方法は。おマジでやる感じ。マジか。おお、ちょ待て待て、一旦隠れる。何それ。おーっと待て待て待て、あ、なくなったし。マジか。さあ、やっていこう。レックスですね。ついにメタルギアが動き出してしまったか。君だけが頼みだ。何としても食い止めるんだ。どうやって。開発者のエメリヒ博士に聞くしかない。オタコン。あ、そうだ、マスターはもうダメだね。私も軍事アナリストとして生活をしているが、メタルギアのことはわからない。エメリヒ博士に聞いてみてくれ。そうだよね、もう一般的な知識難しいよね、こういう軍事知識じゃ。あー、でもどうなんだろうね。さあ、開発者であるオタコンにね。スネーク、レックスの装甲は完璧だ。今持っている火器では破壊することはできない。ダメかよ。レックスは最新式の複合装甲を採用しているんだ。高性能のヒートでも使わない限り破壊はできない。ではどうすればいい。レックスの操縦席は一種の VR システムと同じなんだ。あらゆるセンサーを通しハイテク機器を介して操縦している。完全に外界から閉鎖された密閉型だ。肉眼では見ていない。そうだよ。だからセンサーを破壊すれば。レックスの左腕のように見える円盤があるだろ。ああ、盾のようなやつか。それがレドームだ。あそこを破壊すれば電子装置は効かなくなる。盲目になるってこと。あ、レドームにスティンガーミサイルを打ち込めばいい。それで動きが止まるんだな。いや、レックスは肉眼でも操縦できるようになっている。ご丁寧だな。くちばしのような部分が操縦席なんだ。異常の際はそこが開閉する。レックスの装甲は頑丈だ。破壊はできない。それは分かってる。でも内側からなら話は別だ。なるほど。まずレドームを破壊して操縦席を開かせるってわけだ。そうだよ。操縦席の内側にスティンガーミサイルを直撃させればコンピューター制御系を破壊できる。そん
な弱点を残したまま開発してたのか。弱点じゃない、弱みだよ。人も兵器も弱みがないと可愛くないじゃないか。そうだろ。かっこいい。お前に感謝したい気持ちだ。ねえ、なんか聞いた瞬間弱点言ってくれるもん。なんか面白いよね。なんか面白みを残しておいたってことか。はい。じゃあその、ね、レドームを破壊、あ、やばい、見つかった。待て待て。今ちょっと見えないですけど、レドームがね、あるんです。あの、レールガンの反対側にね、ついてるんですよね。それを壊す。ちょっとバレてんだけど。どうするこれどうしよう。いやでもやるしかないよね。おうおう、どれだ、ボディアーマー。立って、こっち側行って、これ OK。 やば、ちょっと待って、結構だな。ちょっと逃げらんないんだけど、マジで。隠れよ隠れよ。あ、見えますね、あれですね。あの丸いやつを。あ、ダメか。どうすんのこれ。だいぶむずいな。隠れてるな。あ、当たる当たる。血当たるな。やばいやばい。やばい。ちょっと待て待て。まあ、強すぎねえか。これどうやって戦うのこれ、避けはどうすんだ。絶対避けらんないんだけど。はい。いやもう食らいつつ行きましょうか。OK。死の囚人、お前だけが俺を解放してくれる。フォックス、もうこんなことに関わるな。ナオミはどうする。ナオミはお前のために復讐を。ナオミを止められるのはお前だけだ。俺にはできない。どうして。ナオミの両親を殺したのは俺なんだ。まだ若かった俺はあいつまでは殺せなかった。あいつを拾ったのは後ろめたさに耐えきれなかった。あいつの世話をしたのは痩せこけた両親を満足させるため。それでもナオミは俺を兄と慕ってくれた。フォックス、傍から見れば俺たちは仲のいい兄弟に見えたかもしれん。だがあいつに瞳を覗かれるたび俺はいつも怯えていた。お前から伝えてくれ、本当の仇はこの俺だ。そこか。そろそろ決着をつける時だな。ディープスロートからの最後のプレゼントだ。俺が奴の動きを止める。フォックス、
ハウンドならぬロイヤルハリーである。フォックス、強化骨格がどこまで持つかな。スネーク、こいつを見殺しにするつもりか。追い込まれたキツネはジャッカルより凶暴だ。レドームが壊れた。さすがフォックスの称号を持つ男だが、それまでだ。今だ、ステインガーを撃ち込め。フォックス、撃てるか。こいつも死ぬぞ。お前の前でこれで本当に死ねる。ザンジバーランドの後、俺は戦いを取りやめられた。生きる実感がない、ただ死んでいないだけの無意味な生、長かった。それが今ようやく終わる。死ねえ。スネーク、俺たちは政府や誰かの道具じゃない。戦うことでしか自分を表現できなかったが、いつも自分の意志で戦ってきた。スネーク、さらばだ。死を懇願したとき勝敗は決まる。分かったろ。貴様は誰も守れやしない。自分の身さえな。死ね。うわ、グレイフォックス、待て、これはひどいな。俺マジか、熱いね。相変わらずこれが全く避けられてないよね。俺どうする、レーションないんだけど。ちょっと待って、ダメだな。どうしたら爆発に巻き込まれちゃうの。ここまで死ぬ。あー、そんな感じかな、もしかしたら。やべ、近くは狙えないのか、これ。やばいやばい、これやばいぞ。俺、うわ、スネーク、こいつだ。スネーク、スネーク、離れるとミサイル来るし、ちょっと待って、やばいな。近いとレーザー、離れるとミサイル、ちょっと待って、超近距離だな。どうなんだ、どうだ。だいぶでも、あー、ダメか。
やばい。サレーションが本当に。オッケー。むずい。